皆さんこんにちは。奈良をこよなく愛する奈良オタク、忠内香織です。今日はですね、奈良はいろいろ発祥なんですけれども、実はお菓子の元祖もあるというお話をしたいと思います。先日、大河ドラマの光る君へを見ていて、わっと思ったんですけれども、主人公の一人である藤原道長が自分の姪っ子と遊んでるっていうシーンがあったんですね。姪っ子ちゃんは将来中宮定子という身分になる人なんですけれども、この姪っ子ちゃんと遊んでる時にちらっと唐菓子が映ったんですよ。朱塗りの盆の上に乗せられた中国から渡ってきたお菓子がさりげなく乗っていて、もうほんと一瞬だったんですけれども、おお、さすが貴族の邸宅には普通に舶来物の唐菓子がと思ってちょっと嬉しかったんですよね。中国から渡ってきた唐菓子と呼ばれる古代のスイーツは昔々遣唐使が運んできた文物の中にあったと言います。作兵というものがあったそうなんですね。作兵の作は検索の作、兵は餅と書いて作兵と読みます。中国で作っていうのは太い縄を意味します。餅、兵は小麦粉と米粉を混ぜ合わせたもの、つまり作兵とは小麦粉と米粉を練り合わせて縄状に伸ばしたものということになります。遣唐使っていうのは日本に役に立ついろんな技術や方法や、勉強なんか教えてくれたんですけれども、こういう調理法なんかも教えてくれたんですよね。作兵はですね、やがてそうめんとかうどんに発展していきます。もう今や私たちにとっておうどんとかおそうめんっていうのは普通にあるものですけれども、これが古代遣唐使の時代に伝わってきたものだったわけなんです。こんな風にして唐菓子と呼ばれる中国のお菓子も伝わってきたんですけれども、これがいわば元祖日本の和スイーツということでして、今はぶとという形で和菓子屋さんで作られていたりします。これはですね、言ってみるとドーナツみたいな感じなんですよ。練った小麦粉をごま油でカラリと揚げて、春日大社さんなんかでは神様にお供えするものとして今も作られていたりします。春日大社で作られているものは中に何も入っていない、酢ドーナツみたいな感じだと思うんですけれども、和菓子屋さんで売られているぶとまんじゅうというものは中にあんこが入っていたりしてかなり甘く仕上げられています。やっぱり中国から伝わってきたものっていうのはとても貴重で高価なものだったので、最も大切なお方に差し上げる、そういった習慣がありました。日本で最も大切な方というと、やっぱり神様、仏様なんですよね。奈良はですね、古代から伝わった珍しいものが多くって、今もかつて神様にお供えした珍しい唐菓子、そういったものが売られていたりします。修二会の季節がもうすぐ来ますけれども、修二会において、観音様にお供えするお花、椿の花があるんですが、この椿の花をかたどったローベン椿と言われる和菓子も有名だったりします。奈良には若草山という綺麗なお山があるんですが、このお山の頂上にはうぐいす塚古墳というものがあるんですね。このうぐいす塚古墳という古墳の形をかたどったうぐいす餅というものもあったりします。たかが和菓子と思う中で、実は歴史に基づいた素晴らしいものばっかりなんですよ。あとですね、おまんじゅうってありますけれども、おまんじゅうはもともと肉まんが入った、おかず、主食のような、そういったものだったみたいです。しかしですね、この肉まん状のまんじゅうの中から、お肉を取り除いて、あんこを入れて、現在のおまんじゅうの形にして売った。これも実は奈良から始まったというふうに言われています。奈良は和菓子のいろんな意味での発祥の地です。ぜひ奈良でもお菓子を楽しんでいただければと思います。ほな、あとはあんじょう頼みます。